Festival Out。9時終わりました。東京 FM フェスティバルアウト。半蔵門から尾貫拓人が生放送でお送りしています。ツイッター、まなみさんね、リアタイしたくて一生懸命帰ってきました。リアルタイムで聞きたい。嬉しいね。やっぱ最高なラジオやといただいております。お帰りね、今日もお疲れ様でございました。で、こっからもうさらに賑やかになっていきます、この番組。さあ、ここからはスーパービーバーがお送りします。レディオブラストパワードバイ EMTG ミュージック。じゃあ、スーパービーバーのみんな、よろしく！Radio Blast. Radio Blast. Super Beaver. Super Beaver. Powered by EMTG Music.FM レディオブラストパワードバイ EMTG ミュージックパーソナリティースーパービーバーボーカル渋谷龍太です。ギターの柳沢亮太です。ベースの上杉健太です。ドラムの藤原31歳ひろきです。はい、ということで、はい、レディオブラスト第4週目を我々スーパービーバーがお送りしていきたいと思います。そしてです、はい、我々スーパービーバーついに発表になりました。何ですか？都会のラクダホール&ライブハウスプラスアリーナツアー2019から2020立ちと座りとラクダ放題。何ですかこれは？これスーパータチンと座りとラクダ放題。スーパータチと座りとラクダ放題。そうですね。なんなんですかそれ？これ何なんですか？もう分かんないですよ。そのままの通りこれスーパーのタイトル聞いただけで分かんないですね。ね。まあ具体的に説明させていただきますと、はい、2019年11月30日に、神戸ワールド記念ホール、そして12月の1日も、はい、神戸ワールド記念ホール、はい、これ 2days でございます。すごいですね。そして2020年の1月12日東京国立代々木競技場第一体育館で、はい、ワンマン公演でございます。ワンマン公演ですね。すごいです。すごい。すごいですよ。計3日間。計3日間。最高ですね。最高ですよ。アリーナ、うん、すごいんだから。過去最高規模だね、はい、そうですね。こんなんやっちゃう？やっちゃう？やっちゃうんです。いやしかもこれ何が面白いってさ、うん、あのもともとこの今年の3月から、はいはい、ライブハウスとホールを同じ街で回りましょうっていうツアーを、まあ、実際今も回ってて、ねはいまあ、ちょうどこう夏フェスとかあるんで、うん、一旦お休みになったんですけど、うんうん、これが10月まで続くんですよ、はい、でその先にさらに、うん、アリーナもプラスしてしまおうっていう。すごいね。これライブハウス、ホール、アリーナって全部やれるってなんかすごい、なんか全人未到、ね、贅沢感がすごいよね。全部乗せ全部乗せ贅沢です、ね、すごい。いや楽しみです ね、 本当に ね、 ねいい、うん、丁寧な説明どうもありがとうございます。すいません、はい、もう我々も楽しみにしてるんですけども、はい、ぜひ見に来てくださる方もね、はい、楽しみにしていただけたらなと思います、はい、そしてこの、はい、代々木第一体育館と神戸ワールド記念ホール、はい、先行予約を今受付中なんですよね。はいはいはい、売り切れる前に、はい、売り切れる前に、はい、買ってほしい。そうだよ、売り切れる前にだよ、うん、3日まででしたっけ？3日までです。3日までです。いいですね、売り切れる前に買ってくださいなんて、こんなこと言えるようになるなんてね。そうですよ、本当驚きですけど。自信はないよ、あの年末になって俺たち慌ててる可能性もあるから、ね、そうです、目も当てられない状況にならないように精進して頑張ってまいりましょう、はい、アリーナはまだまだ先でございますけども、はい、本日は盛岡、あさっては山形と絶賛ツアー中でございます、はいはい、ぜひあなたの街でお会いできたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いいたしま す、 お願いします。番組の感想、僕らへの質問待ってます。ツイッターでハッシュタグフェスティバルアウト、そしてハッシュタグレディブラをつけてつぶやいてください。フェスティバルアウトはアルファベットでワンワード、レディブラはカタカナです。はい、この番組は担当バンドによって内容が違うのですが、我々スーパービーバーがお送りするテーマはこちら。いけいけ、ヒストリーオブスーパービーバー。やったぜ、新しい。やったぜ、やっとなんかちょっと、いつもね、本当になんか静かに映ったね。ちょっともじもじしてる。今日ちょっとあのね、あの始まる前に打ち合わせ中にディレクターさんがね、あのちょっと柳沢さんに叫んでいただいてって言われたんで、絶賛叫んだよ、ね、叫んでいました。いい声だなと。ありがとうございます。はい、ということですね、目の前に、はい、もともと10枚あったカードでございますけども、はいはいはい、今は3枚のカードですね、はいはいはい、目の前にカードがございます、はい、表にはスーパービーバーのロゴが、裏には今までリリースした10枚のアルバムジャケットがございます、はい、1枚めくって出てきたそのアルバムの思い出を語りながら、その中から1曲オンエアしちゃおうじゃないかという企画でございます。はい、ありがとうございます。今まで出たのが世界が目を覚ますのなら、完成前夜愛する真ん中のこと、27361度、幸福軌道だったので、はいはい、このカードは省きまして、目の前には3枚のカードということで、はい、さあどのアルバムの話をしましょうか。うちのくじ引きスーパー番長藤原さんがカードを引いてくれますので、はい、スーパー番長、はい、よろしくお願いしますね。カード、はい、いきまーす、はい、カードが遠い。大丈夫、じゃあ伝わらない。君に決めた。ででん、スーパービーバーのスーパービーバー。
はい、僕も叫んでいこうかと思いました。いいですね、何もかけてもらえなかったけどね、はい、ちょっとリバーブかけてもらえます？せっかくならいいですか。はい、いいですよ、はい、お願いします。スーパービーバーのスーパービーバーなんかありがとうございます。バンド名2回連呼してるだけにしか聞こえない ね、はい、ね、うん、スーパービーバーってアルバムですね。うるさいですね。あ、うるさいですか。普通にですね、普通の感想ですね。うるさいなというか、はい、こちらのアルバムでございますけど、はい、9年、2010年、こんな経ちますか。9年経ってんだって。わおわおわお、すごいね。収録曲はですね、うん、光 How are you、 空の彼方、明石の歌、リフレイン、ささやかな、回る回る、ホーム、全8曲でございます。全8曲、どうですこれ、思い出、思い出たくさんあるよね。思い出たくさん、これは本当思い出たくさんある ね、 これ今回の1回で話せるか分からない、ね、ちょうどね、あの、まあ、簡単に説明すると、このアルバムまで我々メジャーレーベルに在籍していたんですね。この前にあの、まあ、深呼吸というシングルでデビューして、うん、はいはい、シングル3枚とフルアルバム出したのかな、うん、ちょっとオリジナルのアルバムを出して、うん、で、まあ、なんかその時にこう当時20歳とか21、ね、2ぐらいですかね、まあ、こういろんなことを知っていたり知らなかったり、はいはい、で、まあ、ロックバンドスーパービーバーとして、うん、もっともっとどういうことがやりたいんだろうっていうね、いろんなこう迷いであったりとか、うん、悩みもやっぱり年齢的にもねすごくあった時期に、うん、はいはい、改めてスーパービーバーがやりたい音楽ってこういうのなんじゃないかって言って作ったのがこのアルバムで、うん、でなんかこうね、うん、あの改めてすごく自信を持てたアルバムというか、うん、なので、ね、セルフタイトルをつけてしまおうって言って、これすごいね、今まで一回もつけたことなかった、なかった、なかった、ね、うん、純粋な気持ちが詰まったアルバムなのかななんて思っていますけど、うん、そうだね、うん、なんかこうスーパービーバーとしての歩みというか、はい、今のスーパービーバーっていう歩みのゼロ地点みたいな、そう、ね、うん、そうかもしれない、そんなイメージがすごく強いよね。自分たちの意思が固まり始める、うんうん、兆しをこのアルバムから見つけたみたいなところがすごくあるから、うん、まあ、やっぱこっから始まってると言っても過言ではないぐらい、うん、自分らにとってはきっかけになる一枚だったなと思いますけども、はいはい、さあ、うん、この中からですね1曲選んでお届けしたいと思うんでございますけども、うん、上杉さん、ちなみに何かあります？そうね、これでも全部思い出あるからな。そうね、なんか本当なんか年齢的には今思うとさ、ちょうど周りの人たちが社会人になるぐらいの時だよね、うん、そうだね、そうだよ、確かに。そう考えるとなんか新たな一歩を踏み出したような感じはあるよね。このアルバムはさ、あの、はい、歌も一斉ので一発撮りで撮ったんだよね、はいはい、そうだね、その4人が斉ので一発撮りで撮って作ったアルバムで、これを持ってメジャーを離れた後に全国をなんかこの番を持って僕たちこういうバンドなんですってこうさらに挨拶をしていって、でなんかその時ライブでどん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 こう自分たちをしっかりこんな感じですって言ってこうまたね挨拶回りじゃないけどやらせてもらってる時のやっぱライブのキーとなってたのはやっぱ回る回るって曲なんじゃないですかね。たくさんやってましたね、この曲でやっぱライブでなんかねガツッとこう心を掴んでいけたような気がしてます。なるほどね、うん、じゃあ回る回るにしましょうか、はい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 、ということでじゃあ聞いていただきたいと思います。我々スーパービーバーのスーパービーバーより回る回る。大きな宿命を背負って押しつぶされそうになって、僕は僕の僕だけの明日を探してる。背景数年前の僕は何を描きもがき笑ってるの。終わりの見えた日常、新しい生活の足音。大好きな人に歌うメロディー、冗談ばかりで濁してた未来、分かったつもりで知らなかった、社会世間
ートでお届けした曲は我々スーパービーバーセルフタイトルがついたスーパービーバーというアルバムから回る回るでした、はい、いや懐かしい感じがしますね。懐かしいね、うん、まあ今これね曲聴きながら我々も喋ってましたけど、またライブで やりたいなやりたい ねやりたいね。これ久しぶりにやりましょう。どっかやりましょう。やりましょう、やりましょう。なんて聞きたい人も多いんじゃないですか。そういうことね。今みんなで喋ってたから今ねラジオで聖徳太子みたいな気持ちなのダメだったと思って、はい、そうだね。じゃあどっかで披露できたらなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ということで東京 FM レディオブラストパワードバイ EMTG ミュージック、今週はスーパービーバーが4人でお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。はい、でしょうか。柳沢さん、はい、締め向かってもらってもいいですか。締め向かいますか、うん、いいよ、はい。我々この番組への感想、いいぞ、僕らへの質問もお待ちしております。いけいけ、ツイッターでハッシュタグフェスティバルアウト、すごいな。やりづらいですけどハッシュタグ、レディブラをつけてつぶやいてください。そうだ、フェスティバルアウトはアルファベットでワンワード、すごいぞ。レディブラはカタカナです。やっぱ叫ぶんですね今日は、うん、叫ぶ日なんですね、はいはい。そして僕らのオフィシャルファンサイトスーパービーバー友の会もチェックしてください、はい、会員登録していただくとチケットの最速選考、メンバーのブログ、うん、オフショット、さらにですねファンクラブ用のラジオなどを楽しんでいただくこともできます。はい、そしてあれですね、このファンクラブでいろいろなんかこうね今のツアーのムービーというかね、はい、面白いよね、あれね、ライブ後にね、あの毎回毎回撮ってて、うん、結構あれ即出しさ、うんうん、改めて見るとめちゃくちゃ早いのね。そうだね。本当にライブ後で。そうなの、終わった瞬間に撮ってます、ね。全然頭回ってないんだから、ね。抱きつぶしちゃってね。そういう姿もね見てもらえたら嬉しいな、はいはい。さて来週のレディオブラストはゴーゴーバジャズが登場です。なんでなの？もうねラジオの前の人びっくりしちゃうから。なんでなの？でさっきあのちょうどさ入れ違いでさ、うん、入れ違ったりして、ちょっと気持ちがね、うん、すごいね。ご本人たちに会ったことによって。そうそうそう。ね、もう全然ゴーゴーバジャズ絶対自分たちあやつ。そうやって紹介しないからね。そうだね。ゴーゴーバニラズってびっくりマークついてるからね。そう確かに、うん、まあ、確かにね。ね、はい、でもゴーゴーだけだから元気なのは。そうそうそう。あ、ちょっとびっくり、あ、びっくりついてますからね。だからそのちょっとさ、その機微だけをちょっと丁寧に紹介してほしい。ね、このびっくりマークついてるのはゴーの後だけなわけ。あ、なるほどね。別にバニラズのここはそんなテンションが高くないわけだから。なるほど。それをちゃんとやんないと、はい、バンドにとってとっても失礼だと思います。わかりましたね。はい、はい、さて来週のレディオブラストはゴーゴー。バニラズが対抗です。あの、ちょっと思ったより上手だった。思ったより上手。すごいね。いやね。いや最近すごいさ仲良くさせて。そうそう、この距離が縮まってるからね。うまくできたのかもしれない。いやすごい。お見事だったわ。なんだよそれみたいに言おうとしてたけど、結構綺麗だったんだよ。お見事だ。お楽しみください。はい、ということで、はい、この後は大貫拓哉さんにバトンを渡して、フェスティバルアウトに戻りたいと思います。引き続き東京 FM でお楽しみください。ということで今夜のレディブ。裏はスーパービーバーでした。バイバーイ、バイバイ、バイバイ、はい、ということでいつも以上にこう賑やかな感じの4人のトーク楽しんでいただけましたでしょうか。来週はゴーゴーバニラズね、こんな感じでいくんだね、はい、来週もどうぞよろしくお願いします。お楽しみに。 Radio Blast Radio Blast Powered by EMTG Music